こんばんは。今日2016年真剣模試の高3の通学をやります。これ生徒に LINE で質問されたばっかりなんですけども、ちょっと映像にしています。 A を定数とすると、整式 fx イコール x3 乗引く 3x2 乗足す括弧 a 足す 2x 引く a があると。ちょっとこれ問題書き間違えてない、ちょっと問題書き間違えたら答えも違うけど、まあ一応まあ書き間違え、たまに私書き間違えて解説するときあるから、ね、で 1f1 の値を求めなさいと。まあやり方合ってるので、まあ書き間違えててもまあやり方通りやってください。じゃあ1入れましょうか。1、1、1入れたら0になります。うまいこと。いいですか。ああ、ごめんなさい。これは問題か。F1 の値を求めなさい。また fx を x-1 で割った時の商を求めなさい。で、2番が方程式 fx イコール0の3つの解を α、β、γ とすると。で、α2 乗プラス β2 乗プラス γ2 乗イコールマイナス1である時の a の値。この時の fx イコール0の解を求めなさい。いきます。まず f1、じゃあ x に1入れてください。ただ0になります。回答0。で、よって fx は x-1。この、引く1ですね。x-1 で割り切れるので、じゃあ割ってください、筆算で。そしたら、x2 乗引く 2x 足す a になります。なりますよね。x3 乗、x2 乗。で、合ってるよな。マイナス 2x2 乗で、こうで、マイナス 2x、プラス 2x で、ax 引く a。ですね、合ってますね。じゃあ、小がこれですね、回答。じゃあ、小は x2 乗引く 2x 足す a と。で、今度2番。fx イコール0の解と係数の関係。解と係数の関係より何が言えるかって。だから、もともとはこうですよ。もともとが解と係数の関係は、アルファプラスベータプラスガンマは、これ1隠れてるから、1分のマイナス、だから、マイナス1分のマイナス3だから3になります。だから、アルファ、ベータ、これは解と係数の関係ですよ。アルファ、ベータ、ガンマの和は3。この数字ですね。これのマイナス番。で、アルファ、ベータ、ガンマはマイナスをつけて、これ、つまり A ですね。こう。で、アルファ、ベータ、プラス、ベータ、ガンマ、プラス、ガンマ、アルファは、ここ。なんか、これが1だから、A プラス2。だから、マイナスマイナスプラスなんだけども、まあ、たまたまだけど、3つとも結局プラスになります。ですね。じゃあ、これ使いましょう。じゃあ、うまいことこれ使います。これを利用してって書いて、これ、今から求めるこれがマイナス1なんですけど、うまいことこれできますよ。アルファプラスベータプラスガンマの和の2乗は、アルファ2乗プラスベータ2乗プラスガンマ2乗引く2アルファベータ引く2ベータガンマ引く2ガンマアルファになるから、これを一回引いちゃいましょうか。これ引いちゃうと。いいですか。で、じゃあ、あと代入してください。これが3の2乗を引く2倍の、これが a たす2か。a たす2と。で、これがマイナス1っていうんだから、あと解いてください。9引くマイナス 2a マイナス4合ってるな。ちょっと計算間違いするときたまにあるけど、5だからマイナス5。合ってるね。あ、合ってる。a は3と。ちょっと計算自分でやってください。で、a が3だから、元の式に入れるとこうなりますね。あとは、じゃあ、これは、まあ、1でいいんですけども、これは因数分解できないので、解、解の公式でやってください。1プラスルート 2i と。1プラス、あ、1プラスマイナスルート 2i と。これの解がですね。1プラスマイナスルート 2i と。となります。はい、じゃあ以上です。